ティーショットでスムーズにスイングする素振りの方法をご説明いたします。まず構えていただいて、一度前方にクラブを投げます。この戻ってくる反動でテイクバック、もう一度いきます。一度ヘッドを前に出してもらって、この静止状態からスムーズにテイクバックをするのは難しいですけれども、一度前に出してもらって、この戻ってくる反動でスイングするとよりスムーズにテイクバックできると思います。ぜひ皆さんも実践で一度前に投げて素振りをしてみてください。以上です。